で、表材性の筋膜 SMAS っていうのがあるんですけれども、これは、1976年にミッツっていう方が発見したもので、別にこの美容針の世界っていうよりももっと広い世界というか、その筋膜の上に全部のものが乗ってるので、よく、リフティングとかっていう技術があるんですけど、美容、美容整形の分野であるような、ああいうのはこうそれを持ち上げることで全体、形成外科の形成もそうですけど整形もそうですね、こうやってリフティングってこう上げていっちゃう、縫い縮めちゃうみたいなのありますけど、それはこの筋膜を引っ張り上げてるっていう、美容整形のねですね、うん、で、なんでかっていうと、そのなんでそれによって、シワやたるみができるかっていうと、このイメージしてもらうと、それってこうビニール袋みたいなものというか、なので、あの綺麗になってる時はいいんですけど、こうゆっくり引き伸ばせるとじわーんと伸びてきてしまって、それ元に戻らないっていうのがあるんですよ。なのでそれがシワやたるみになって、見せてあげたい ねで、一番ここにここに出やすいっていう理由は、あの猫背になってることが多いで、若い女性でも割とここが少しこうたるんとなってる人が最近多いような気がするんですけど、こって顎の下ってことですか。その理由っていうのは、猫背じゃなくてもスマホとかをやってる時にこう落ちてるんですよね。顔全体というか、こうやって落ちてるっていうことは、ちょっと横から見てこういうふうに落ちてるってこういうこと。そうそういうことです、はい、っていうことは、ここの筋膜としては、ここの筋膜としては常に後ろの後方に引っ張られる力が続いてるってことですよね、そうするとこの筋膜がまっすぐした時にどこに寄っていくかっていうと、こう引っ張られたのがまっすぐ締めてくださいとこうなるわけですよね、こういう状態になってるんで、ここがこういうふうに縮る顎にたるんとしてきちゃう。もう伸びきっちゃってるって状態、伸びきっちゃってる。なので何が大事かっていうと、この辺のコリとかがあるまんまに顔だけいじっても、結局はここにシワたるみがくっついてきちゃう、ですよ。だから順番としては必ず最初に首こり、肩こりを治療としてやった上で、ここをほぐして正しい姿勢を体に覚えさせる、正しい位置にやってから、ここに多少残ったものを針でテンションかけるっていう方向が正しく、行わないと、結局この辺が甘くなっちゃう。肩首をやってから顔周りをやらないといけないということ、やった方がいい、ね、そうですね。だから順番としては必ず肩こり、首こりを全部ほぐした後に顔をやるっていうのが大事になってくると思います、はい、で次が、保持靭帯ですね。あのよくこういう腱とか靭帯とかってありますけど、顔にもそういうのがこうもう少し細かくいろいろあります、で伸びにくい靭帯で次にあるんですけど、と伸びにくい靭帯の間の脂肪みたいなものが谷、山、谷みたいな形になるので、その組み合わせで、そうです、こうシワが出やすいところって、だいたいこの組み合わせ、靭帯とその脂肪っていうことになるので、それを要は引っ張り上げるための、脂肪を引っ張り上げるための筋膜にテンションかけるために針を打ってあげる、はい、まあ靭帯自体は絶対というか伸びにくいので、そこが、山になることはないんで、必ず谷になるので、山になる垂れてくる部分は脂肪が乗ってくるので、脂肪を引っ張り上げているのが筋膜なので、筋膜に針を打ってあげて
テンションを取り戻すと、はい、でも針の力も万能ではないので、針の力だけで筋膜の力だけで上がらないほどの脂肪をつけてしまうと、まあ、ちょっと厄介。厄介っていうとやっぱり難しい、うん、はい、まあそれ以上の脂肪をつけないっていうのもコツです、うん、で、まあ、これは加齢によるものなんですけど、顔面神経の減少によるものもあるというふうに言われています。で、神経細胞自体が加齢とともに全身減っていきますので、顔も例外ではなくて、顔の方の顔面神経も衰退していくと言われていて、神経が衰退していけばそれによって動かせる筋肉っていうのも減りますから、それによってシワとかたるみとかが出てくるって言われてるんですけど、はい、これは拮抗するのは難しいものもあるんですけど、針というよりはどっちかっていうと表情筋を正しくトレーニングする、自発的な運動が必要ってことですね。あのむちゃくちゃこういうふうに動かすっていう運動はどうかなと思います、うん、どっちかっていうと正しく動かすっていう、こうやるとこうなるとか、こう動かせるとか、きっちり自分の意思で思っただけの筋肉が思ったように動かせるっていうのが大事かと思いますね、うんうん、はい、で最後に、東洋医学的な症、症、証って書くんですね、本弁に正しいっていう症ですね、はい、について考えてみました、はい、で、まあ、東洋医学的にだいたい5エレメンツとか3エレメンツとか3バランスとかっていうふうに言いますけど、気血水のバランスとか、お血とか血虚とか気虚とか水毒とか気体とかいろんなものがあるんですけど、そういうもの何を 言ってるかっていうと、症状に合わせるんじゃなくて、つまりここに、まあ、たるみがあるからどうっていうことじゃなくって、その人全体がどういう体質の人なのかっていうのをまず大まかに大事にしていって、この人が持っているこのシワだからどういうふうにしていけばいいのかっていうふうに考える、うん、カテゴライズするっていう考え方です。もうちょっと詳しく言うと、うん、で例えばそれを美容面で特徴として考えてみると、うん、はい、このスライドでお見せしたようなことになるかと思います。これはどちらかというと文献が云々というよりは、私とかの溝先生の実感として落とし込んでいった部分になります、うん、だから、お顔を見た時にこの方ってあ、ひょっとしたらこういう体質の方なのかなと思いながら、お顔の症状であっても全身の治療を先にするときに、経絡治療であるとかっていうことをやるときに、これを、まあ、全身の状態を症に合わせたものに組み立てて、その上で最後にお体終わった後にお顔をやるっていうことが大事になるっていうお話を学会でもしました、うん、まあ、ここで補足で言えば、まあ、症と書いてあるので必ずその弁証法というものがあるので、この載ってるこの表、お見せしている表は決して我々の経験だけではやはりなくてですね、やはりかつてのその文献も含めた部分でのまああの何て言うんでしょう、特徴というものはここに必ず反映させているつもりなので、患者さんが来た時にこの表に載ってるようなタイプの人が来たらこういう形っていうふうに考えながら美容の方はしているっていうふうに考えてもらってもいいと思いますね。そうですね、私たちの独自の理論ではなくて一応エビデンスがありますということです。それは確かにその通りなので、はい、エビデンスに基づいてやるんですけれど、あ、この人例えばちょっと顔色悪いなと思う人は補血系かもしれないなと思いながら、全身の治療、まずお血を取るような治療をした後にお顔の治療をすると、肌色のわーっと明るくなる感じがより高まるっていうイメージでいいですかね、うん、そうです、美容の治療がしやすくなるということですね、はい、
そうですね。ですね。全身の美しさ、はい、健康さがあってのお顔の美しさだと思うので、うんうん、その2つは捉えられない。別々にはできないっていうことですね。うんうん、そうですね。っていうようなお話を私の方はしました。で、今日は私の方からは以上で、で次回は野溝先生の、はい、私の方の美容針の実際今の章の表からも類推されるような実際についてご説明したいと思います。では今日はここまで。 See you. バイバイ。バイ。